クリエイターエコノミーニュースこの部屋はネット大好き3人がネットで稼ぐクリエイターやインフルエンサーの話題をやいやい語る部屋であるおはようございますカグですクリエイターやインフルエンサーの収益化や未来について毎日深掘りをしていくクリエイターエコノミーニュースですさて今日の話題なんですがノードである記事を見つけて あ、これすごいなと思って読んでみたところ、なんと芸能人の方でものすごくクリエイターエコノミーを使いこなしているという方を見つけてしまいましたので、今日はそちらの方を取り上げていきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。ではこちらの記事です。2023年10月1日、女優月宮姫名の世界一周コーヒーの旅 in ベトナム。 です。はい、えー。皆さん、月宮姫奈さん、ご存知でしょうか現在、26歳の俳優さんで、現在、テレビ東京系列で放映されています、ウルトラマンブレイザーに出演している俳優さんです。事務所は、フィットという事務所に所属で、ダン・ミツさんや、吉木理沙さんなどが所属されている事務所です。で、こちらの俳優さんなんですけども、あの、 タレントさんや芸能人の方がノートを立ち上げる、まあブログを立ち上げるっていうこと自体は全然普通だと思うんですよね。ただね、ぜひ皆さん見てください。概要欄にリンクを載せておきます。まあすごいんですよ。 あの、これ言われないと普通にライターさんの記事じゃないかっていうぐらいボリューム、それから写真、内容が全てね、見応え、読み応えがあって本当におすすめ。あの、ノートのおすすめ欄に出るのもうなずけます。で、現在、えー、もう200以上の、えー、いいねがついていると。で、あの、これもしかしてライターさん なんか付き添いのライターの方が書いてるんじゃないか、スタッフの方が書いてるんじゃないかと思う方いるかもしれませんが、えー、月宮さん、もともとはアメブロでね、ブログやっていたんですけど、その頃からね、もうすごい文章量で使いこなしてる感じ満々なんですよ。いやー、ですから、この月宮さんの今日は SNS 活用をご紹介していきたいと思います。ハッシュタグクリエコ。 まず月宮姫奈さんなんですけども芸能界デビューは2015年にドラマ出演をされていますそしてその後もドラマや舞台などに出つつあとファッションモデルなどもされるという形で活動をされていますそして2019年にあの須田将樹さんで話題となった3年 A 組のドラマにも出演し そして、現在、ウルトラマンブレイザーでも、レギュラーとして出演しているという俳優さんです。そしてですね、アクションもですね、ものすごくお上手で、あの、ぜひ、私の書いたブログ記事にも動画を貼っておきましたので、そのアクションシーンのダイナミックな演技もぜひご堪能ください。本当にね、すごい方なんですよね。さて、そんな月宮さんの、ま、SNS 活用なんですけども、 元々はですね、ツイッターでたくさん投稿していて、そしてまあ、実は街中でもかなり声がかかるというほどだそうです。ただまあ、世代的にはですね、まあ、Z 世代と言われる方々で、まあ、本当に普通に SNS を活用していると、やっぱりこう、フォロワーが何千人とつくと、まあ、そういうのが結構当たり前だったようなんですよね。ただまあ、街中に行くとですね、声をかけられるというぐらい、 話題の人だったようではあるんですよね。ですから芸能界デビュー前にそうしたフォロワーがたくさんついている状態で彼女はデビューするんですけども、ただその後はですね、やはりこう芸能界で仕事をもらうというところではまあかなり苦労されていました。そしてご本人さんのブログを読みますと、その仕事がなかった期間と、高校を卒業して仕事がなかった期間というのは、ショールーム、 というライブ配信アプリで2年間ほどですね、ライブを徹底的にやっていたということなんですね。まあ、ライブアプリのこの激戦ぶりは皆さんご存知でしょうか本当にこうトップになるにはですね、しのぎを削るようなすごいライブ配信をもう毎日しなくちゃいけないんですよね。実際彼女のショールームの プロフィール欄にも読者とのやり取りのコメントが今でも残ってて見れるんですけど、まあ本当に丁寧なやり取りをされていて、で、ただそれがまあトップの人たちには当たり前なんですけど、すごい量のコミュニケーション量をしているんですよね。で、そんな中、彼女は飛んで埼玉という映画あるじゃないですか。あの映画の出演権をかけたそのショールームのイベントで、まあ見事ファンの方たちともに 出演権を獲得し、そしてまあきっかけをつかむんですね。ですからその頃からこうファンダム、まあファンとのコミュニケーションを、エンゲージメントをいかにして作るかというのをもう体を持って体得したもう新世代の俳優さんということが言えるかと思います。ただまあ最近見てみますとショールームでまあ坂系アイドルさんとか本当にプロの方も普通にこうライブ、ライバーとして活動されているので まあ、何でしょうね。下積みっていうと言葉悪いんですけども、もう直にファンの方とコミュニケーションして、知名度を上げていくっていうやり方が、まあ、本当に今時だなという気がします。ですので、最近ではですね、ボイシーも音声配信をしています。さあ、そんな月宮さんですけども、まあ、ライブアプリを使いこなしてと、ブログも使いこなしてというところ、皆さんご理解いただけたと思います。 で、まあ、もともとね、ツイッターもかなり荒れていたということでは、まあ、インスタはですね、そういう意味では一般的な使い方です。ただ、TikTok ですとか、Facebook などはかなり使われていて、YouTube は最近ある企画に基づいて立ち上げたということになっています。では、そのある企画なんですけども、これがすごいんですよ。もう実は起業家になってるんですね。 どういうことかというと、まあ今、ウルトラマンブレイザー、あの、放映はしてるんですけど、当然、もうすぐ終わるわけですよ。で、まあおそらくその後を見据えて、ということとともに、めちゃくちゃ売れっ子の俳優さんでなければ、早々仕事ってね、ない、もしくはオーディションに受からないとないっていう世界じゃないですか。ですからその間、彼女はですね、カフェで仕事をするんですね。で、そのカフェの仕事、カフェで培ったスキルを生かしてですね、なんと、 自分でカフェを開くということで会社をなんと設立しているんですね。そして商標検索をしますともうその商標の申請まで済ませています。いや、すごいですよね。そして現在そのカフェのブランド自体はもうできていて商品もできていてベース、それからおそらくショッピファイだと思うんですけどもネットショップももう立ち上げています。そしてその 活動をですね、カフェを立ち上げるまでの活動を Facebook グループでファンの方たちに逐一こう報告をしてコミュニティを築いているということなんですよね。ですからこのコミュニティの方々がカフェがオープンしたらもう押し寄せるということはもう想像に固くないですよね。いやー、だからそのプロセスエコノミーをもうガチで体現してると。いや、すごいですよね。あの芸能人の方と こうやって近づけて、なおかつそのプロセスも体験できて、しかも、まあそういうプロダクトも、ねお客さん第一号になれるかもしれないじゃないですか。まあすごいですよね。実際今あの、ウルトラマンブレイザーというのは、実は YouTube を見てもらうとわかるんですが、海外でもものすごく評価が高い番組で、月宮さんに対しても英語でね、バンバンコメントがつくぐらい、もう海外でも知名度が上がっている俳優さんなんですよ。 ですから彼女はカフェの知識をより深めるべくカフェ巡りの世界一周の旅を現在企画中なんですね。それが冒頭で紹介した記事なんですよ。ただね、この世界一周の企画もすごいところはその格安チケットをどうやったら取れるかというのをちゃんと勉強してご自身でちゃんと取ってるんですよね。あの、YouTube とかでそういう格安旅行みたいな詳しい人 いるじゃないですか。まあそういう方々となんかね、ズームをして学んでるというようなレポートも投稿されています。いや、だから本当ね、活動家、実践家、行動家なんですよね。まあそのファイティングスピリッツというか、チャレンジング精神は、まあもともと SEA のインターハイにも出たことがあるというぐらい、まあ持ち前の体力とガッツというところが、 あるとは思うんですけども、それでもですね、多くの人に刺激を与えられる方だと思います。そしてこの法人立ち上げのエピソードもですね、よくよく調べるとですね、なんと、自らキングコング西野さんに相談をしに行ってると。そして、まあカフェで働くつなぎをしてもらったということもですね、なんとも月宮さんの行動力を表す すごいエピソードだなというふうに思います。そして実際、ボイシーで西野さんがそのことについて語り、そしてそのことについてさらに月宮さんがボイシーでアンサーのエピソードを投稿するなど、まあ、西野チルドレンって言っちゃうとちょっと語弊があるのかもしれないんですけども、まあ、あの熱量を持った俳優さんということでは、まあ、その行動力も納得ですよね。いや、皆さんどうですかですから、 リットリンクですとか、それからオフィシャルのブログですとか、で、そして YouTube ではカフェを立ち上げるまでをレポートしていくということで動画がどんどん立ち上がっています。で、さらにですね、この世界一周の費用、これもですね、まあ、クラウドファンディングではないんですけども、ご自身のネットショップで海外スポンサー券ということでお名前を表示するといったようなスポンサー券をですね、売って、まあ、それを費用に当てていると。 いうことなんですよね。そしてまあ、現地で、えー、ズームで中継を見られるという権利に関してはもう売り切れてるんですね。いや、すごいですよね。ですから、このあたりも、そのライバーとしての活動が、あの、生きてるということは想像に難くありません。ファンとのコミュニケーションと、あとお金を返したコミュニケーションっていうのも本当にお上手ですよね。芸能人、俳優、タレントさんというと、特にお金が絡んだコミュニケーションって、ものすごく センシティブなデリケートな扱いで躊躇される方も多いと思うんですけども、いやー本当に SNS ネイティブの方々のその立ち振る舞いはものすごく勉強になりますよね。なんか距離感の取り方も多分すごいお上手なんでしょうね。これだけ活動されていたらなんかネガティブなコメントも出てきそう思うんですけど、全くそういうコメント見つからないんですよね。まあでもこれだけ頑張ってる姿を見ると応援したくなりますもんね。 いやー若い世代がこうして頑張ってるのを見ると、まあ我々世代も本当に元気をもらえるし、新しいことにもどんどんチャレンジをしていかないといけないなという刺激をもらえますよね。しかもビジネス面でも本当にこう愚直に一つ一つのタスクをこなしてる感が伝わってくるので、いやあ、今後も注目していきたいと思いますし、次は月宮さんはビジネス誌などでその旋風を吹かしてくれるかもしれませんね。 月宮さん、頑張ってください。クリエエイターーコノミーニュースはい。というわけで、アフタートークです。えー、皆さん、連休いかがお過ごしでしょうかいやあ連休中ですね。私、ちょっとびっくりしたトラブルがありまして、何かというと、なんとびっくり。我が家の小桜インコちゃんのヒーターが切れていたんですね。 これね、むちゃくちゃ大問題なんですよ。あの、小桜インコ、まあ鳥さん全般だと思うんですけど、基本寒いのはダメなんですよ。で、寒いと即コロリってなっちゃうんですよ。結構小動物系って多分、ほぼそうだと思うんですね。ものすごくお別れが突然来るんですよ。ですので、あの、室温管理というのはものすごく気を使わなくちゃいけないんですけど、そう、ちょっと夏だったんで油断してたんですね。あの、ヒーターがですね、 全くつかなくなっていたんですね。で、ほら、最近、急に寒くなったじゃないですか。で、あれ、なんか、あ、ランプはついてるけど、あったかくなってないなと思ったらね、そう、よくよく調べたら、そう、壊れてたんですよ。いやー、申し訳ないことをしました。なんかその、温度センサーのところではランプがついていて、動いてると思ってたんですよね。でも、よくよく、ヒーター本体を見てみたら、明かりがついてなくて、あー、ごめんって感じでした。 で一応まあ、動物のパートナーの関連のグッズは全部バックアップを取っていて、ヒーターもすぐに替えのヒーターはあったので、昼間、えー、すぐに直して、暖かくなるのを確認して、今ちゃんと室温も27度になってるのを確認して、えー、すやすやとお休みになってるという感じです。いやだから本当ね、これね、たまたまなんですけど、2匹うちの1匹の方が、我が家で こう、小さい頃から、あの、餌付けをして育てた方だったんですよ。なので、比較的こう、人の家の室温には慣れてる子だったんで、まだ良かったんですよね。もう一匹の方は、結構大人になってからお迎えをした鳥さんだったので、多分、室温の低下に弱いんですね。だから、そっちの方の子が、ヒーターが壊れてたら結構ね、やばかったんですけど、たまたま、あの、そっちの方の、大丈夫な方の子だったんで、 ことなきを終えましたが、本当にね、冷やあの、ひやっとしました。えー、皆さんもですね、本当ね、鳥、鳥、飼ってみて分かりましたけど、本当鳥さんっていうのはね、あの、室温管理が、ほら、魚とかだとね、室温、水温管理ってよくありますけど、なんか鳥さんってここまで室温管理、重要なんだなっていうのは、飼ってみて思いました。なんかね、ブログで、中にはネットの記事だと大丈夫だよとかいうのもあるんですけど、でもね、本当に何かあったら、 <laughs> コテッといっちゃうので、うん、むちゃくちゃ気を使ってますね。はい。なのでまあ、本当に寒くなったら、エアコンも多分つけっぱなしになるとは思うんですが、まあ皆さんも、えー、大切な家族の環境を守るところについては、ぜひぜひ皆さんもお気をつけください。いやー、またスペア買ってこないとな。 いろいながらも一時ソースをちゃんと確認するメディアクリエイターエコノミーニュースではカグアが毎日クリエイターエコノミーに関するニュースをブックマークしていく中で心揺さぶられたものをお届けしています毎日の収録配信と週に1回の無料のニュースレター2つの媒体で情報を発信していますのでぜひフォロー登録よろしくお願いしますそういえばノートクリエイターフェスティバル2023が始まってましたね、えー、皆さんも何か発信する側で何か参加してみてはいかがでしょうか というわけで、ポッドキャストアワードノミニーに俺はなる。また明日もこの部屋で待ってるぜ。ではでは、バイバイ。